いよいよ滋賀 CO の運転で松沢知事を乗せたリーフが入場してまいります。どうぞ皆様盛大な拍手とともにお迎えください。改めてご紹介いたします。松沢重文神奈川県知事と志賀俊之日産自動車株式会社 COO でございます。本日はご対応のところまた、今日は少し暖かいですけれども、この冬場にも関わりもせず神奈川県の EV 導入式にお集まりをいただきまして誠にありがとうございます。神奈川県では地球温暖化対策の切り札として究極のエコカーと言われています電気自動車 EV の普及に向けて2014年度までに3000台を目標にさまざまな取り組みを進めております。その取り組みの一環としてこの度日産自動車から発売された普通乗用車として初の量産型 EVこちらのリーフを本日全国に先駆けて神奈川県で導入することとなりましたのでお知らせいたします。このリーフは厚木で開発しモーターは横浜電池は座間で製造し車両の組み立ては横須賀で行うということでまさに 100% メイドイン神奈川の EV がここ神奈川からスタートすることになります。私も今滋賀 COO の運転で EV のリーフの助手席に乗せていただきました。素晴らしい走行性能環境性能でこんな素晴らしい EV が日本で生まれたと大変嬉しく思っております。今回は県の公用車として知事車を含む6台を導入し私も日々の公務にこのリーフを積極的に利用して PR していきたいと思っております。合わせまして EV シェアリングモデル事業これは平日は県が業務に使用し土日を中心に県民の皆さんにレンタカーとしてご利用いただく事業でありますがこの事業に4台のリーフを導入し1月から厚木横須賀小田原の県の出先機関で使用するとともに各地域でレンタカーとしてご利用いただく予定であります。なおこの EV シェアリングモデル事業に関しましては神奈川県レンタカー協会にもご助力ご協力をいただきまして大変感謝をしております。さて県では EV の開発普及モデルを神奈川モデルとして全国にそして世界へ発展させたいという思いで EV 普及に早くから取り組んでまいりました。こうした中本日の導入式は大変感慨深いものがあり県としても一層強力に EV の普及を推進してまいります。具体的には神奈川県では全国で最も充実した EV 導入補助を行っていきます。例えばリーフについては国の補助金78万円の半額となる39万円を県から上乗せで補助いたします。また EV に関しては自動車税と自動車取得税をゼロにするというタックスフリーを実現いたします。さらに補助台数も充実していきます。リーフの販売をきっかけに県民の皆様の EV への関心ニーズが一層高まっていることから350台の補助枠に補正予算によって昨日議会でも可決をいただきましたがプラス270台分を追加して合計今年度分で620台の EV 補助を行ってまいります。これによって今年度の補助申請のご要望に最大限お応えしていきたいと考えています。一方 EV の普及に欠かせない充電インフラについては急速充電器の設置に対する補助を実施いたします。これにより県内の急速充電器は本年度内に全国最多の80基
に達する見込みであります。今後も2014年度までに100機を目標に安心して EV に乗っていただける、社会インフラ、充電インフラの整備に取り組んでまいります。加えまして本格的な EV の普及に向けて県民の皆様に EV をより身近な存在として感じていただくために、これは神奈川県のタクシー協会と日産自動車と共同で EV タクシーの普及、今年度と来年度で神奈川県に100台の EV タクシーを走らせます。そしてまた EV バスの開発に向けた取り組みも一層進めてまいります。さて本日は日産自動車の志賀 COO にお越しいただいております。日産自動車には2006年から神奈川電気自動車普及推進協議会にご参加いただくとともに EV タクシープロジェクトなど本県のさまざまな取り組みに全面的にご協力をいただいております。そして本日全国の先陣を切って本県にリーフを納入いただいたこと、納車いただいたことに改めて感謝を申し上げます。最後にこの EV の特色は私に言わせると3つのフリーにあります。エミッションフリー、ゴミが出ません、廃棄物が出ません。そしてタックスフリー、神奈川県においては税金がかかりません。そしてもう一つはスモークフリーです。神奈川県の自動汽船防止条例に合わせて EV には灰皿がついておりません。空気のきれいな車内を目指してまいりたいというふうに考えております。今後も神奈川県としては日産自動車と協力し、神奈川生まれのリーフをここ神奈川から全国に、そして世界に、神奈川からゼロエミッション型の EV 社会を構築していきたいと考えております。以上、長くなりましたが EV 導入式に際しての私の説明とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。皆さんこんにちは、日産自動車の志賀でございます。今日本当にこの日を迎えることができました。日産自動車国産第1号の日産リーフを神奈川県にお納めすることができました。本当に今日この日をですね、感慨深く思っております。実は松沢知事が、最初にこの EV の件でお話をしたのはですね、2006年の秋だったと思います。まだ知事の構想段階だったと思いますけれども、EV を神奈川県の非常にその重要な戦略として、積極的に普及促進をさせていきたい、ついてはその日産もその協議会に入って協力をしてくれないかという話が2006年の秋にございました。ちょうど2006年の12月に私ども日産グリーンプログラム2010という日産のその環境戦略の発表する予定がございました。その中で2010年に電気自動車を導入するというのを最初に歌わせていただいたわけですが、まだその発表前でありましたので、知事に代々には進めてるんですが今公表できませんというようなお話をさせていただいて、その後2008年に日産の中期経営計画であります日産 GT2012 の中でゼロエミッション車でリーダーになるということで、このゼロエミッション戦略、走行中に排出ガスの出ない車でリーダーになるというのを、これも日産自動車の戦略として打ち上げました。こういうその日産自動車が戦略として打ち上げる中でですね、この神奈川県松田知事が本当に、まさに我々の背中を押してくれるようにですね、EV の普及について本当に熱意を持って取り組まれた。本当に我々としては嬉しい。この日産自動車もちょうどその間にご存知の通り本社を横浜市に移して、そしてその2009年の8月の本社のオープニングには知事も来ていただいて、そして日産リーフを初めてお披露目するという形で、日産自動車のこのゼロエミッション戦略とこの神奈川県のEV の普及促進の活動というのを本当に一緒になって動かして、させていただいてまいりました。そして今日この国産第1号の日産リーフをお納めすることができる、まさに深い縁だなというのをつくづく感じております。それだけではなくて、この日産リーフ、ご存知の通り、車は神奈川県のおっぱま工場で、そしてバッテリーは神奈川県の座間市で、そしてモーターは
日産発祥の地であります横浜工場で生産をしています。まさに、神奈川県産の世界の、に発売する電気自動車日産リーフになるわけで、これも大きな結びつきだなというように思っております。今、知事の方からお話がございましたように、日産リーフちょうど、12月3日に発表させていただきました。12月20日おとといから、発売を開始いたしました。376万4,250円という価格から販売をさせていただいています。国から78万円の補助金をいただけますし、加えて神奈川県で39万円の補助金、加えまして先ほど知事がおっしゃられましたように税金が神奈川県ではかからなくなると、自動車税も5年間かからなくなると、大変経済的に見てもですね、電気自動車が環境にいいだけではなくて経済的に見ても合理的に使っていただける、そういう車という形の環境の整備ができたのではないかなと、そのように思っております。今日納車させていただいた10台からですね、順次神奈川県でEVを普及させて、私は、日産リーフの発表の時に新しい時代の幕開けのなるという表現を使いましたけれども、その新しい時代の幕開けがこの神奈川県から始まるというのを本当に実感として県民の方にも感じていただきたいなと、そのように思います。神奈川県、神奈川県民の皆様、そして日産が一つになって電気自動車が走る町を作るために、この記念すべき日産リーフの出発の日を祝いたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。それでは皆様の用意が整ったようですので、記念のキーの贈呈を行います。志賀様、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それで